はい、じゃあ始めます。はい、じゃあ次ですね、この初七日法要、また、四十九日、また法名戒名などを授けるという意味についてね、意外と皆さんご存じない方多いと思いますので、まあ、それをね明らかにしたいと思います。まずこの人が死ぬとですね、まあ、日本では、初七日法要というのがなされます。まあ、これはなぜかね、亡くなった七日後にするものがね、初日の葬儀の後にね、もうまとめてやってしまうんですね。まあ、これはちょっと事情があって、一週間後に集まるのはもう大変ですから、まとめてやってしまおうというね、そういう意味合いで、なぜか初七日法要を葬儀の終わった骨上げをした後にね、やる風習が今日本ではほぼ、もうねなされてます。それとあとね、四十九日ねを法要しないといけないという風習もございます。また亡くなった方にはね、法名を与える。これ浄土真宗では法名で、禅宗の中では戒名と言いますけどね、こういうのをですね、与える。これは一体どんな意味合いがあるのかをね、まず歴史から本来の意味を皆さんに今日は、学んでいただきたいと思います。まずですね、この法名から先に説明いたしますとね、仏教ではですね、両親からもらった名前とですね、仏教に入ってから、仏法を学んでから新たにいただく名前がねあるんです。法名とはね、仏法の名前なんですね。これは私は仏道修行いたしますというね、宣言の証なんです。つまりね、法名をもらう目的、もしくは戒名をもらう目的はね、生き方を変える、仏門に入ったことを意味する名前が法名であり戒名なんです。本来はこれ法名でいいんですけどね、まあ、浄土真宗はこれ戒をあんまり強調しないんで、法然様は結構戒を大事にされたんですけどね、なかなか戒ができない方もあるので、こちらじゃなくてこちらを使うんですけどね、私はどちらでもいいと思いますけど。なので仏教の歴史から言ったらですね、中国でですね、優れたお坊さんがですね、釈丸々という名前を付けた方が最初おられまして、この釈の字の一字をで、ね、お釈迦様から借りるんです。この私は仏弟子になった証としてね、生き方を変えるために決意を表すためにね、生きてる間に両親からもらった名前とは別にね、お師匠様とかね、そういう方から名前をいただいて、私はこの名前にのっとった生き方をして、悟りを開きます、本当の幸せになりとございますという決意を表すために、この釈の字、お釈迦様の釈をいただいて、あとはね二字なんです。親鸞様ならば愚徳釈親鸞と言いますね。愚徳という名前に釈親鸞とかね、こういう二字をだいたいつけます。まあ、これ以外にもね、上にいっぱいつける人もありますけどね、私はあんまりそれいただけないんですけどね。今日ではね、この二字以外にねいっぱいつけたらね、お金が結構かかるんです。半端な額じゃないんですよね。これやっぱりね、功績ね、お寺にたくさんねお布施をしたとかね、社長さんとか昔ね偉いさんだった人だからね、亡くなる時もね、このたくさん名前をつけて、多分これで死んだ後もいいとこ行けるだろうと、こういう思いでつけるんだと思いますね。本来はこれは死んだ人につけるんじゃないんです。本来は生きてる間にね、もし名前いただくならばいただいて、私はこの名前で生きていけますという決意を表して、その通り実践したら、その人はね死んだ後悪いところでは行けません。まあはっきり言ってしまったらね、亡くなった方にこれつけてもね、効力はあまり言いにくいですけどね、ないんじゃないかなと思うんですね。でもこないちょっと、まあ、言ってしまいましたけどもね、昔は生きてる間に名前をいただくんですね。でもね、亡くなった方せめてね、死んだ後なんとか幸せになってもらいたいというね、遺族の願いから、生きてる間で本当はもっと仏道修行に頑張ってね、名前いただいて仏法を聞いたらよかったのにね、なかなかね、
仏道修行で励めなかった人のために、亡くなった人にいつの間にかねつけるようになってしまったんです。でも中には生きてる間にねいただく方もあります。今ほとんどね亡くなった方に、このね、法名もしくは戒名をね、いただく、そういう風習になっております。一応名前いただいたらこれは釈迦の弟子となる。釈迦の弟子になったらね御所大丈夫なんです。仏道修行に励んだ人はね、苦しい世界に行くことがね免れることができるので、みんな仏法を聞いてもらいたいし、この名前をいただこうとする願いはね、死後三幕道といってね、普通ね仏法を聞かないとね、おそらく多くの人はね死後ね地獄界、ガキ界、畜生界で苦しむというのが仏教なんです。だから平生達者な時にね生き方を変えて、少しでもねこの罪悪を減らして、執着を減らして、お釈迦様のお弟子になるような気持ちで今まで生き方を改める、そういう決意を込めて名前をいただいて、名前の通り実践したら悟りまで無理でもね、死後またできれば人間界が天上界に生まれて、また仏道修行の続きをするという方向性もね、仏教ではおっしゃってるんです。でまず戒名とはね、これは本来は生きてる間にいただいて、別にいただかなくても関係ないんですけどね、要は生き方、ね、幸せな生き方を実践することのためにこういう名前をね昔から、いただく、そういう風習がございました。これどっちでもいいです、ね、名前はねこれははっきり言うと適当言ったら失礼ですけどね、お経のね何かをね取って、その人の人生を見て、まず名前を大体ね一時、うちの父親ならばね、肖像画が例えば肖をつけてね、で母が信子ですからね、肖氏にしようかなとちょっと思ってるんですけどね、けどこんな感じで、いい加減って言えばいい加減なんですけどね、でも大体漢字には深い御心がありますから、肖ならば昭和の肖はね明るいとか照らす意味なんですね、真実を照らして、真実の真は深い意味がありますから、そういうふうに、死んだ後どうなってるか分かりませんけども、ね、幸せになってもらいたいという遺族の願いを込めて、お坊さんからいただくんですけどね、そういう願いでこういうね戒名をつける、あるいは法名をつけることがございます。それはやっぱり幸せを念ずる心から、できれば生きてる間に仏法を聞いて、幸せになってもらいたいのが本音なんですけどね、でも死んでしまったらどうしようもないので、せめて死んだ後なんとかならんかなという願いから、このあとね初七日法要とか四十九日の話があるんです。で次にね、日本ではこの四十九日というものをねやらないといけないというねもう習慣が根付いてますよね。これは一体どこに根拠があるかと言いますとね、クシャロンという本があるんです。有識仏教の一つ手前のねクシャロンの有名な本がありまして、これが結構日本仏教にね大きな影響を与えてます。日本語のねくちゃくちゃいう言葉ありまして、くちゃくちゃここから来ました。これ有識を学ぶにはねクシャロンという本を学ばないとね有識わからないんです。こんな字書きます。クシャロンというのはねこんな字、くという漢字にしゃという漢字で、ここから先生、ね、有識3年クシャ8年いますけど、本当はクシャの方が先な、はい、クシャをねクシャを3年学んだら、有識3年、クシャ8年は、クシャを8年学んだら有識は3年で学べるんです。これをまずね、クシャを8年学ばないと有識は学べないんです。これが有識3年、クシャ8年、クシャの方が先にやるわけ。これをまずね、これ仏教の概論、大乗仏教をまず学ぶには、これ仏教の基礎学を学ばないとね、これ本当はぶっ飛ばしてね有識学んでもね難しいんです。皆さんそんな、とてもそんな時間無理ですからね、有識だけ話しますけど、本当はこれ学んだ方がより仏教の全体が分かってね、理解しやすいね。昔のお坊さんみんなねこれをほとんど学んだんです、でこれを昔の人は有識クシャ8年をね、これクシャと呼んで、これを学んだんですね。これを8年間学んだら有識は3年でマスターできて、合計最低13年かかると、11年ですかね。でこのクシャロに先ほど言ったね、ありましたね、生まれた時の瞬間、はいはい、これに書いてあるんです。ああそうです
そうで、この私有空地もね、あのこれに書いてあるんです。これあの天智菩薩といってね、あの有名なあの世親菩薩が、はい、多分まだあの清浄仏教を学んでいた頃の本なんです。正直これ最高の本なんです。清浄仏教から大乗の駆け足になるね、通過点にあたる本があのクシャルって本なんです。でこのあと天智菩薩がね、ここから有意識にさらに深まって、有意識の教えを完成されるんです。でこれはもうね、多くのお坊さんが読んでいた本で、もうたくさんのお坊さんはほとんどこれ勉強したんです、昔は。でここにね、この内容があるから、これが結構染み込んだのかもしれません。で説明いたしますとね、あのクシャロにはね、あのこういう内容があるんです。あのまず六道という世界がまずあります。仏教では全ての人は六道を輪廻すると教えます。六道とはね、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上と言いましてね、今皆さんは人間に生を受けてやがて死んでいく。皆さんの見える世界はね、人間と畜生だけです。目に見える世界ね、肉体を持った生命は人間と畜生なんです。あとの地獄、餓鬼、修羅、天上は目に見えません。肉体がないんです。人間畜生ならばね、胎児とか卵とかね、胎児となって生まれたりするんで目に見えますけどもね、他の生命体はね、化粧と言いまして、あの夢みたいな生まれ方、肉体がほとんどないんです。パッと生まれてパッと消える、これを仏教で化粧と言います。で、まあ、この六道をですね、皆さんはあの行いによって生まれが決まるんです。仏教ではこうしてるんですね。あのこのクシャロにね、こう書いてあるんです。因果と満果と言いまして、こういう言葉がクシャロに出てくるんですね。これなかなかいい話ですから知っておかれたらいいと思います。因果というのは、ね、生涯に作った行い業の中で最も重い業、唯一を因果と言います。これは次の世界を引っ張る業なんです。皆さんがね、今までの行いの中で一番重い業、一番強い業を因果と言います。ちょうどね、あのクラスで40人いたとしますね。その中で背の高い人は1人ですよね。一番背の高い人は、これが因果に当たるんですね。みんな背高くてもね、一番背の高い人は1人なんです。で、一番生涯の中で強い業が次のね、章どこに生まれるかを決定するんです。で、それが地獄ならば怒りなんです、ね、怒りの強い人は地獄、餓鬼はむさぼり、畜生は愚痴、これ妬みとかそれみとかね、因果の通りがわからない生き物は畜生界。まあこれだけじゃありませんけどね、大体大まかに言ったらこんな感じなんです。他にも詳しく説いてますけどもね、まあ、修羅はなぜかないんですが、ここはあんまりほとんどお経にはないんですよね。で、人間は誤解なんです、ね、誤解をたどった人は人間に生まれられる。天上もね、誤解もしくは従前なんです。従前とは従悪の反対で、大体同じようなちょっと意味合いが違いますけどね。で、皆さんも一応ね、あの過去世で人間に生まれてくる種まきを持っていた、誤解を保ったから今皆さんは人間に生まれた。で、人間に生まれるのはやっぱりね、親子との因縁もあるんですね。両親との因縁もあるんで、人間ってなかなか生まれにくいんです。確率から言ったらね、もうね、宝くじ当たるぐらいじゃないんですわ。でも全合力やったらね、天上の場合は肉体がほとんどない、そういう生命体もあるんです。ただこの仏教ではね、人間か天上に生まれられるに持っていくんです、死後ね。この3つの世界に落ちたら結構厳しいんで、この三幕道という3つの悪い世界に落ちないようにするのが一つの仏教のね、セーフティーネットというか、ここには落ちないように皆さんにまずは私は導かねばならないんですね。皆さんまずは悟り無理でもね、ここに落ちたら結構厳しいですから、ね、最低ここかここは頑張っていただきたいというのが仏教で、ただ仏教とはね、最低誤解は保ってほしいんです、うん、誤解ね、それで戒名があるんです。出家の方はね、200何倍あります。もっと数えると1億あるそうですね。あのインドのね、あの初期仏教ではね、細かい戒律を含めたらね、1億以上あるそうです。
そんな終えられませんけどね。で在家の方は初期仏教でもチベット仏教でも日本の仏教でもね、みんな誤解でいいんです。まあこの程度によるけどね、ね、この誤解を皆さんできれば守っていただけたら、次の章人間か天上に生まれられるから、この願いを込めて戒名をねつけるんです。褒名をつけるもね、ね、次の章浄土に行けたらいいけども、ね、もし難しければ誤解を保って次の章をなんとか人間に生まれられるように、三幕堂に落ちないようにしたいと、こういう願いを持ってます人間は。だから誤解を皆さん最低守ってくださいと教えるんです。誤解とは摂政、中東、邪因、恩寿、猛語、ね、意味は生き物を殺す。まあこれは実際に生き物を殺すこともそうですけどもね、責める心ですね。仏教では心を大事にするから人を責める ね、うん、ね、これが摂政になります。摂政の本質は責める心です。中東はこれはね、人のものを黙って盗む、ね、中はこれこそこそ盗むという字だそうです。東は堂々と盗む、ね、これを中東と言いますね。これはやめていただきたい。邪淫、これは男女の横島な関係、不倫ですよね。まあこれはちょっとこれだったらなんか性欲に限られるからね、仏教でこれ邪欲という言い方もありますね。邪欲、横島な欲望ね、力を手に入れて相手をね、この踏みつけるような、ね、横島な欲望という意味でとってもいいと思いますね。邪もしくは邪欲という言い方も仏教ではございます。邪欲で恩寿、これはね因子ですけどね、これに関して言うならば、これだけはね、実は本当はこれ全幕ないんです。これはね、現実を逃避する行いなんです。これお酒とかね、麻薬なんです。現実逃避したらね、罪をたくさん作るんですね。酒飲むこと、これ自体に善悪はないんですけども、この酒を飲むことによってね、例えば人を殴ったりとかね、暴れたりとかね、人格が変わるとありますよね。お経には恩寿によってね、三十いくつの罪を作ると書いてあるところがあるんです。これだけは悪くないんですよ。だから別に飲んでもいいんです。適量ね、ビール一本とかね、ね、ね、適量ならば体にいい場合もあるんです。これはだから昔は般若湯といって、昔のお坊さん ね、勝手に名前をつけてね、これいけないからね、お酒は般若という知恵の名前を勝手につけて般若湯を飲みますということでね、昔のお坊さん飲んだそうですけどね、これ自体は悪くないんだけども、一定量飲むと現実が見えなくなったりね、これ一定量飲んだらね、頭悪くなるそうなんです。知恵がね身につかない、頭を脳を破壊するからね、絶対悟りが開けないんです。だから酒はね控えていただきたい。飲んでもいいけども、ね、健康な体を保つぐらいの適量にしてくださいということです、ね、でも大体これなかなかね、酒が人を飲むんですよ、うん、初めは人が酒を飲んでますけどもね、大体ねこうお酒を飲むといらんことを言ってそうですよ、もうどんどん出てきてね、いらんことというか隠しとかなあかんこと、それから人本質をつきすぎてるって人を傷つけ、そういうこともあるんです、ね、まあこれはいろいろ思い出ありますな、まあそうですか、やっぱり戒めた理由分かりますよね、うんうん、これで身を誤ったりすることもありますしね、うん、2年以上飲んでませんけどね、あ素晴らしい、素晴らしいじゃないですかいやこれは飲む気がやなくなったいやただもう昔と違って飲めませんよね、一旦こう、うん、ストップしてしまうと、あ、まあ、体がやっぱりね反応 ね、やっぱり体が対応するようになってね、だんだん飲めなくなりますよね、まあ、それいいと思いますよね、自分の健康のためにもね、やっぱり仏法を聞いて悟るためにもね、これ大事ですから、この恩寿を戒めるのはね、現実逃避の行いは悟り開くことはできませんので。で猛語、これ嘘ですよね、嘘、嘘をついたらね自分の本心が見えなくなるんです。だから嘘はねこれいけないんです。嘘をついたら自分が何を本当に思ってるかわからなくなって、これも悟り開けないんです。だからこれはやっぱりね、これ戒めていった、でこの度合いで人間に生を受けてもね、やっぱりピンからキリまであるんです、いろんな人が。やっぱりこれがしっかり守れてたらね、この世も幸せ、未来も幸せになります。でそれでね、この因果満合の説明がありましてね、まあこの因果とは
たくさんの業の中で最も強い力、最も重い業が陰業といって、それが次の章を決定いたします。でそれ以外の業もいっぱいありますから、これ荒屋敷というね、蔵の頃に生まれる前の業と生まれてからの体と口と心の行いがいっぱい収まってます、ね、それは縁が来るまでずっと溜まってますから、それがね、縁に触れて現れたのがですね、具体的に言いますと満業というのはですね、体や口や心で作った行いが荒屋敷に蔵の頃に収まって、それが根性では男女、貴賤、尊い人、卑しい人、貧しい家庭に生まれる、ね、金持ちな家に生まれる、生まれながら美しく生まれる人もあれば、生まれながら醜い人もいると。これ生まれながらの業もありますよね。生まれてから変わる場合もありますよ。でも生まれて時にもう決まっているものもあります。また親、同じ親からでもね、あの兄弟違う場合もあるんですわ。同じ兄弟でもね、ものすごいかっこいいね人もあればね、そうじゃない人もいるんですよね。これやっぱり過去世なんです。両親は縁なんですね。祝因、言いましたね、祝因をね、祝業因としますから、だから過去の自分の業に両親が縁となって私が生まれたんで、こういうね顔形やいろんなものもね、微妙に違いがございます。兄弟でもね、全部その人の過去の種まき、まあ、これをなぜか満業というんです。だから業といったらね、因業と満業で全部収まります。だから仏教では一切の直接原因、あなたの運命を決定的に決めるのはあなたの過去の種まき、それでさまざまな縁と和合をして今の運命が現れると。でまず知ってもらいたいのは、次の章を決めるのは今まで作った業の中で最もね力の強い業が次の章を決定いたします。だから今人間ならば次の章をね、皆さんの行いによって地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上は、まあ、おそらくどれかに生まれると思いますね。悟った人以外はね、必ずどれかに生まれます。悟ったら仏界になりますけどね。でこの六道輪廻、これが仏教のね、あの根本的な思想にあるんです。でこれを踏まえた上で次ね、この生まれてから死んでまた生まれますよね。この間の世界を中界と言うんです。これはあのクシャロンではですね、この次の章に生まれるまでのね、中ブラリンの状態があるということを説くのが大乗仏教であり、またこのクシャロンのね、教えにあるんですね。中ブラリンの状態といったらですね、例えば人間死んだ後ね、次の章生まれるまでね、この幽霊というものをね、やっぱり昔の人は見たんですね。今でもやっぱりね否定できないと思います。いや幽霊でも怪しい写真もいっぱいありますけどね、あの写真でもね、もう幽霊としか思えないようなものあるそうですね。いろんな研究もなされてね、私は幽霊いると思いますけどね、仏教でも説いてますから。で幽霊の世界を仏教では中界と言いますね。中にある世界ね、これをまた中陰とも言いますね。中の影と書いて、なぜかね、陰はこれ、まあ、私たちの業のことを陰と言うんですけどね、まあ中界中陰同じ意味です。幽霊の世界を中界と言います。でこれは、ね、次の章に生まれるまでの期間、だいたいね7日からね49日なんです。これ幽霊の寿命なんですね。49日は早ければ7日間で、どんなに遅くてもだいたい49日の間にね次の章に行くそうです。でみんながみんなじゃないんですよ、ね、これでもね死んだ瞬間すぐね、因縁はこれ次ね人間生まれる人も、まあ、めったいませんけどもね、生まれる場合もあります。あるいはすぐ畜生に生まれる場合もあります。でそれ以外の生命体ならばね、餓鬼、地獄、天上ならばね、これ肉体がないんで結構生まれやすいらしいんですわ、肉体がない場合は。でこの生まれるまでの間にね、中世界、中界というのがあって、中ブラリンの状態だから、例えばね葬儀なんかねした方がいいと言われるのはね、もし亡くなった方はね、餓鬼界ならばね、自分が死んだことが分からない場合もあるそうです。餓鬼に生まれてますけどね、まあ、幽霊に生まれてもね、自分は死んだと思えないからずっとね
執着してるんです。それでやっぱり葬式はした方がいいと言われますね。葬式することによって、あ、自分は死んだんだなということで、ね、この人間界に執着することなくですね、次の生に生きる場合もあるんです。で、この地中海の寿命は大体7日から49日なんですね。でもこれは決定的なものじゃありません。一応書いてますけども絶対じゃない。その人の種まきによってね、すぐに生まれ変わる人もある、地中海にとどまらずにね生まれる市場もあると思います。でも中にはもっとね長い期間いるものもあるかも分かりません。たまに幽霊でもね、もう100年以上前のね、そんなまあ映るかも分かりませんから。でも大体はあの記者論ではね、7日から49日だというふうにこれ書いてあるんです。で、この教えをベースにして日本ではね、この49日の行事を設けるようになったんです。で、これはですね、なぜかと言いますと、あの亡くなった方ね、やっぱり良いことをあまりしてこなかったんじゃないかというね、遺族の不安があるんです。で、仏教ではね、追善供養と言いまして、あの功徳回向、功徳随喜という実は言葉が仏教にございまして、これ実はね、これまんざる嘘じゃないんですけどね、自分がやった功徳をね、人にね分けてあげることも可能なんです。またね、人からね功徳随喜と言って分けてもらうことも実は可能なんです。こういうことも仏教で教えてね、この教えからですね、亡くなった人がもしですね、あの中間にいた場合ね、この残された遺族が良い種まきをして、良い種まきをですね亡くなった方に差し向けることによって、その功徳の力で例えばガキ界から天上に登ったりとかね、いうことがあるかもわからないと、お経にはいっぱい書いてあるんです。あの人間無理だけどね、このね地獄ガキ天上修羅はね、これ肉体がないから結構行ったり来たりしやすいんです。心の状態によってはね、ガラッとね、ガキから天上に登ることもね、あの可能なんです。それで、あの仏教のお経にもね、この遺族の方々が頑張ってね、この7日後と、本当は本当の意味言いますよ、本当はだいたいひょっとしたら49日まだね、あの間この宙ぶらりのね幽霊の状態に亡くなった方がいるかもわからないんで、ね、もう次の世界生まれてしまったらもうどうしようもありません、ね、普通はこれもうねどうしようもないんです。でもね、49日の間はね、頑張ったら次の章をね変えることもできるかもわからないという教えが仏教にございますから、この49日の間にね、なんていうか遺族が頑張って良い種まきをして、良い種まきを亡くなった方に差し向けることによってね、良い世界に生まれることができるかもわからないと、絶対じゃありませんけどね、そういう思想からこの四十九日の行事をするんです。正確にはね、初7日、まず7日、ね、これが7回あるんですけどね、本当は毎日でもいいんだけどもね、だから毎日は無理なんで、7日ごとに、ね、遺族が集まって良い種まきをして、それをですね、差し向けることによって、それをこの亡くなった方がね、人からの行為をね受け止められる人のみなんです実は。亡くなった方がね、全然感謝もなければね、全然ね人の行為が受け止められない人はね、多分難しいと思います。これでもそうでしょ、人からの行為をね、ね、ありがとうございますと受け止められたらね、幸せになれるんです、人からの行為ね。でもね、人がいくら親、子供が頑張ってもね、親はね、もうふんふんと言ってね、言う親もいますよね。だから、やっぱ甘くはないと思います。でもね、可能性があるので、仏教では、もしその亡くなった方が、人からの行為を受け止められる人のみ、ね、いいところに行けるかもわからない。仏教に随喜善というのがあるんですね。これちょっと説明しましょう。仏教ではね、まず功徳、これ善のことです、ね、功徳とは善のこと。この善は基本的にはね、自業自得で、良い種まきはね、全部自分に良い結果が来るんです。でもね、仏教ではね、この空という教えが大乗仏教にございまして、人との関係性から言ったらね、私たちね、功徳をね、人にね差し向けることもできると。それによってね、
自分のやった善をね人に与えることも可能なんです。これが実は阿弥陀仏なんですね。また仏様はね自分の貯めた功徳をね人に与えていくんです。また与えたらね自分も幸せになれるんです。例えていたらね、あの丸いお風呂ありますよね。お湯を前にやったら耐えてくるでしょ。こんな感じで仏教ではね自利と利他は一つなんです。自分の幸せと相手の幸せは一致する。これが初期仏教も大乗仏教も同じ。ただ人のためにね喜んで人に施しをするとそれも全部自分も幸せになれるんです。ただ人の幸せ利他と私の幸せは一致するんです。で功徳をね人にあげることができると、自分がね頑張った功徳を人に与えることができます、ね、でもねそれをねみんながみんな受け止めるわけじゃないんです。その中にはねこの尊い方、仏縁のある人、この、ね人から分けてもらうね心のある人は受け取る。みんながみんなじゃありませんけど、中にはねこの感謝の気持ちのある人、人の行為が受け止められる人はね、功徳を与えることによってありがとうございますと随喜善と言ってね、人の幸せを我が事のように喜ぶことができる頃があったら、これをもらって餓鬼から天上ということがあると、こう経に書いてあるんです。あのお経を読んだらね、例えば皆さんでもね、もし伏せができなくてもね、ある方が伏せをされました、いやあの人尊いな、私もしねあったらさせてもらいたいと読めば、もし皆さんあったらね、実際ね伏せをやったんと同じだそうです。仏教は心を重視しますからね、実際に伏せをした人と私もね、人のね善行為をね尊いな素晴らしいなと思っただけで、実際やったことと同じだとねお経に書いてあるんです。仏教は同期論なんですね。ただそういう、ね、人の幸せを喜ぶ、人の善言をね素直に喜ぶ、人からの行為をねありがとうございますと感謝の気持ちのある人はね、自分が善を納められなくてもね、人から善をいただくことによってね自分のものになることもあるんです。あの餓鬼が苦しいのはね、これね善言が足りなかったんですね。善がむさぼりの気持ちが強くてね、善が足りないからね、欲しいのは善なんです。一応ね食べ物とか用意しますよ。もし餓鬼会ならばね、おそらくね飲めない食べない苦しみがありますから、でせめていろんなね食べ物飲むのを準備することありますけど、一番はね実際は餓鬼はね肉体がないからね食べれないんです。でもね善言が欲しいんです。善言が、それで仏教ではねこの瀬垣と言いましてね、あの浄土真宗ではやりませんけどもね、禅宗なんかでは瀬垣と言いまして、お盆の時にねこの餓鬼にね施しをするためにいろいろ食べ物を用意したりするのもね、この餓鬼にこの心善の功徳をね与えるための行事が瀬垣、餓鬼に施すと書いて瀬垣なんですね。でこの功徳を与えることによって、でもみんながみんな受け取れませんからね、だから仏教ではねこの功徳のエコの対象ね、十方を修行というかね、生きとし生けるものに広げるんです。もしね亡くなったお父さんだけに絞ったらね、お父さんがねもう受け取れたらもう終わりなんです。じゃあ仏教ではねお父さんも知らないとしけどね、目に見えない人もみんないるかもわからないから、みんなね幸せになってほしいなということで、仏教では生きとし生けるものが、幸せでありますようにと念ずることによってね、その功徳を向けることによってね、もしお父さんがそういう心なかったら別なね餓鬼がいて、別の生命体がそれをね受け止めてね、餓鬼から天上に昇ることもあり得るんです。これが実はねあのお経に書いてあるんです。これがあの有名なねあの裏盆経の話なんです。今あのお盆の話ってあるんですけどね、今日本のお盆の行事にはねこういう実はメカニズムが説いてあるんです。どんな話かといったらね、木蓮という素晴らしいお弟子が、お釈迦様のお弟子いたんですね。でこの方は神通力があって過去世が未来世が分かるんです。でお母さんがね非常に欲の深いお母さんだったんです。で神通力で見たらね、ガキ道で苦しんでたんです、お母さんが。そしてね、なんとかねお母さんを助けてあげたいという親孝行の木蓮尊者はね、
お釈迦様に相談するんです。今うちのお母さんはね、過去世今生きてる間にね、餓鬼で苦しん欲で苦しんでたんで、今餓鬼道で苦しんでますと。どうしたらお母さんを助けることができますかとお釈迦様に聞いたんですね。それに対してお釈迦様はですね、やっぱり伏せの功徳は大きいからということで、伏せをね勧められたんですね。でちょうどあのお弟子たちが集まってた時にね、お弟子たちみんなにね、そういう食べ物の供養をね勧めたんです。でそのこのお弟子たちはみんなね、貯金がありませんからね、でこのものすごい感謝の気持ちが強いです。仏弟子は感謝の気持ちが強い。でいただいた不正の功徳、いただいたこの感謝の気持ちからね、こう亡くなったわけはもちろんね、今でもあるんですけどね、この初期仏教の人たちはみんなね、いつもね朝晩ね慈悲の瞑想するんです、ね、生きとし生けるものが幸せでありますようにという思いをねいつも念じているんです。でその功徳をね、亡くなったお母さんにもね、みんながね、お弟子たち何千人かとか知りませんけどね、たくさんのお弟子たちがみんなね、この不正をいただいた感謝の気持ちからね、みんなでこの亡くなっているお母さんだけじゃありませんけども、そういうね、そういうガキに対してね、功徳をね、功徳エコーしたんです。するとね、このお母さん善後があったんですかね、人からの好意をね受け止める感謝の気持ちがあった、人からの好意をね受け止める頃があった人なんで、この差し向けられたね、お弟子たちからのみんなでこれあげますから、みんなでね、この善を差し向けてね、なんとかガキ界からね幸せな世界に生まれてもらいたいという思いからね、この功徳エコーしたことによってね、このお母さんは功徳瑞恵分けてもらう功徳、人の好意私のために、思ってくれたんですか、ありがとうございますとね、功徳をありがたく受け止めることができたと。でこの功徳栄光に対して功徳随喜ができたんで、その時ねポーンとねガチャから天井に登ったんです。これお経に書いてあるんですね。でこの時に喜んだのが盆踊りなんですね。やったね、この時僕ね尊者がね、ああよかったお母さんが機械からね天上界に登った、よかったよかった嬉しいなということで、盆踊りが始まったという説があるんです。こういうことからね、あの8月のお盆の時にはね、みんな集まってね先祖供養の日として日本ではもう定着しました。元はこんな話なんです。でこれはみんながみんなじゃないですからね、亡くなった方はみんながみんなこうなるわけとは限りませんが、その方がね、ガキ道もしくはこう幽霊みたいな世界にいた場合ね、この世界の場合のみ転生がこれ可能なんです。この肉体を持ってない生命体の場合は、ここにはそんな壁がないから、肉体の壁がないからね、業さえ変わればね、上がったり下がったりするんです。この人間と畜生の場合は命が終わるまではね、皆さんならば人間は人間です、畜生ならばね、肉体が終わるまでは畜生のままなんです。その後また生まれ変わりのあるのは、それはまたその人の業によってまた生まれ変わります。で話を戻しまして、この大乗仏教ではこの中界という世界があってね、この次の生に生まれるまでの間ね、死んでから生まれるまでのこのね期間を、まあ、7日から49日ということで、でこの期間でね、遺族が頑張ったら、遺族が良い垂れ幕して頑張ったら、この期間でこの亡くなったおじいちゃんがね善を受け止めて登るかもしれないし、そういう気持ちがなかったらもう届かないかもしれません。でも届かなくてもね、自分が発信したおじいちゃんだけじゃなくて、もう生きとし生けるものにね幸せになってもらいたいという気持ちがあったらね、ね、おじいちゃん以外の方がそれを受け取ってね、こういう登るかもわからないし、たとえ登らなくてもね、あなたの善になってますから、誰も受け取らなくてもね、あなたが良い頃を起こしたら有意識でね、あなたの世界が幸せな世界が作られますから、たとえ受け取らなくてもね、人の幸せを念じるね、功徳を積んでね、幸せになってくださいというね、この気持ちが尊いんです。これが全部自分に跳ね返ってきますから。
ただ伏せの功徳はものすごい大きいからね、あの浦和の行東京ではね、伏せの功徳の素晴らしさ、供養の素晴らしさを説いたお経とも言えるんです。で、話を戻しましてね、まあ、この四十九日の本来の意味はね、7日ごとに、この遺族が集まって良い種まきをしてね、善を皆さんが実践して、で功徳栄光をして、その時に、亡くなった方もしくは、ね、目に見えない生命体がね、功徳随喜したならば、その生命が幸せになることもあるし、幸せになれないかもしれませんけど、でも集まることによって、まあ、できれば本当はこの時はね、あの仏法を聴問する、本当は本当はこれ講師を読んでね、仏法を説法して良いことをしたいと、そして仏道修行に励むご縁とするのが本来の初7日、あと7日、7日、7日がね、7回やって、最後これで満潮院といってね、これで一応終わりなんです。でこれを一応ね、昔の人はこれを納めたら死んだ人はまあ地獄に落ちないんじゃないかなという願いを込めて一応終わるんです。実際は分かりませんよ。でもね、こういう願いを込めて昔の人はね、この行事を設けた。だまんざらこれね、あの嘘でもないんですけどね、だ現実は厳しいですから、これやったからといって死んだ方が浮かばれるとは限りませんけども、でもあの人間は幸せになりたいですから、幸せになるためのものとして昔の日本ではこういう行事をね、亡くなった人に対してなしたということですよね。で戒名も本来は生きてる間にもらうべきところを、もらえなかったので、せめて死後なりともいただいて、なんとか死後皆さんならばできるだけで、ね、この三幕堂に落ちないようにするために、まずはこのセーフティーネットとしてね、誤解を保ちましょうと、仏法を聞いて、幸せになりましょうというのが、まあ、仏教ですから、まあ、一応ねこれもね、私はこれも皆さん必ず現実にはいっぱい直面しますからね、どんどんこれから葬式に出る機会も多くなってね、こういう機会、親戚ならばもういかがるを得ませんからね、何のためにこんなことをするのかをね、確認して、そして生まれたものは死んでいく、私たちはもう自分が死ぬまで自分が死ぬとは思えないんです。そういう自分をね、反省して、やはりこういういろんな死をご縁としてね、人生を見つめる機会とさせていただくことが大事かなと思います。これ先生、世間でいう十三仏信仰とは全然関係ない。あ、また関係ございます。また話しましょう。それも実はね、あるんですけど、それまた、あの後でまたじゃあ、はい、それもあるんですよ。はい、田島さんに行くことで四十九人